Oi, gente, boa tarde, como vai? Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula, a nossa segunda aula do Q2, estudando a quarta lição do livro sobre o gerúndio. E tem outras mais. Olha, o nosso programa de hoje seria: está chovendo hoje, estou com pressa. Meu irmão tem um carro novo. Quais são os dias da semana? Certo, então aqui está o prato do dia. Tem 7 itens. Vamos ver cada um. Primeiro, gerúndio. É assim. Número 1. Estou assistindo a aula de português online agora. Minasande, dozo. わかりました。agora というのは今という意味ですね。estou assistindo a aula というのは、授業を受けているという意味になります。何の授業かというと、ポルトガル語です。aula de português。しかも、オンラインです。オンラインはですね、オンラインねというふうに、ブラジル風の英語の読み方になります。オンラインね。ということで、estou assistindo a aula de português online agora となります。私は今、ポルトガル語の授業をオンラインで受けているところですという意味になります。この estou assistindo、この ndo ですね、これがジェルンジオになります。ジェルンジオというのは現在分詞のことで、英語ではちょうど動詞のですね、ing に当たります。ポルトガル語はですね、are, ir, or 動詞があるので、それぞれ and, end, in, und になります。で、assistir というのは受けるという意味なので、また watch という意味もあるんですけどね、ir 動詞なので、in になります。で、watch というのは何々を見るという意味ですよね。で、この assistir という動詞は、例えばテレビを見るとか、映画を見るとか、授業を受けるとか、講演会を聞くとかね、講演を聞くとか、そういう時に assistir を使います。よろしいでしょうかね。はい。ということで、現在進行形の時によく使われる形になります。じゃあ2番目いきます。Você está com fome? あなたはお腹が空いていますか?この estar プラス con というのはですね、何々の状態であるという時によく使われる表現です。ですね。estar という動詞ね。あれプラス con になります。ということで、お腹が空いているとか、疲れているとかね、喉が渇いているとか、体がだるいとかね、そういうとき全部このエスターコンを使うんですよ。ということで、答え方。Sim, estou com muita fome. どうぞ。Estou com muita fome. この fome というのはね、お腹が空いているという意味なんですけど、ムインタがついてですね、副詞がついて、すごくという意味になります。私は、私はすごくお腹が空いています。というふうになります。いいですね。このムインとムインタ、ムイントスムインタスはね、覚えておくとすごく便利な表現なのでね、覚えておいてください。それから3番目のメニューはですね、アルチゴスデフィニードスエインデフィニードス。これはですね、定冠詞、不定冠詞という意味になります。英語でも散々やってきましたよね、皆さん。いいですか?あれです。例えば、Este é um caderno. E esse é o livro de português do Pedro. 一緒にどうぞ。そうです。リブロジポルトゲイスというのはポルトガル語の本、ド・ペドロ
ペドロのポルトガル語の本。こういうふうにね、非常にはっきりと明確にですね、誰の所有物の本というふうな言い方をする場合はですね、オという定冠詞を使います。ポルトガル語の定冠詞はね、オ、ア、オス、アス、4種類あります。で、不定冠詞の場合はこんな感じです。エスチョンカデル。これはノートです。日本語にはね、定冠詞なんてつかないのでね、ちょっと使いにくいと思うんですけれども、あまり明確にですね、これは何々のノートとかね、決まってないような場合ね、文章の中で初めて出てくるような場合はですね、この不定冠詞を使います。ということで、これはノートで、それは、エスチがこれ、エッセがそれ、それはペドロのポルトガル語の本です、というふうになります。ではですね、4番目のメニューです。Quais são os dias da semana? はい、1週間の曜日はどんなものがありますか？答え、Os dias da semana são、 一緒にどうぞ。 Segunda-feira、 月曜日。 Terça-feira、 火曜日。 Quarta-feira、Quinta-feira、 木曜日。 Sexta-feira、 金曜日。 Sábado、 土曜日。 E domingo、 と日曜日。このね、 Sábado e domingo はね、これはスペイン語も一緒です。ただ、スペイン語はね、月火水木金というのはちょっと違うんですよ。日本語の、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、それぞれ惑星の名前なんですけども、あと衛星ですよね。そういう名前になります。で、サバドイドミンゴ、土曜日と日曜日は一緒です。まあ、スペイン語の場合はね、こんな感じです。Lunes, martes, miércoles,Jueves, viernes, で、サバド、エドミンゴ。これがスペイン語の言い方ね。で、ポルトガル語はですね、助数を使います。ただし、助数の1番からじゃなくて2番から使いますよ。2番がね、セグンダ、3番がテルサ、テルセイラって言うんですけど、テルサになります。クアルタは一緒です、4番目。クアルタ、キンタは一緒です、5番目。セスタ、6番目という意味になります。よろしいですかね。はい。ちょっともたつきましたけれども、すいません。ポルトガル語はだから本当にちょっとつまらないんですけどね、月曜日、火曜日、水曜日というのは、2番、3番、4番、5番、6番で、サバドエドビンゴというふうになります。はい。でですね、次の、5番目に行きたいと思います。Que dia é depois de segunda-feira? はい。これはですね、depois de というのは後、次という意味ですね。月曜日の次は、Que dia é? 何曜日ですか？答え方。Depois de segunda-feira é terça-feira。一緒にどうぞ。Depois de segunda-feira é terça-feira。月曜日の次は火曜日です。という感じですね。では次行きましょう。6番。Números de 100 a 1000。数字です。100から1000までね。100から1000までの数え方になります。はい、こんな感じです。1000。一緒にどうぞ。101、101。102、102。103という感じで、で、199までいったら200になります。200。300。300。400。400。500。500。600。600。
700、設置セントス。800、オイトセントス。900、ノビセントス。で、999は、ノビセントス、イ、ノベンタ、イ、ノビ、と言ってから、1000は、ミュとなります。よろしいですかね。はい。ではですね、7番目は、ジャーログジクラス。いつも私が言ってる、会話です。例の会話ね。オイジェンチコモバイトとベイン。エンタオ、ワモスコベサラアウラ。どうぞ。オイジェンチコモバイトとベイン。エンタオ、ワモスコベサラアウラ。皆さんお元気ですか？それでは授業を始めましょう。そういう意味です。で、終わるときは、プロジェソ、ワモステルミナラアウラ。ここまでどうぞ。今日のところはここまで。授業を終わりましょう。で、もう一個付け加えました。Un bon fin de semana para vocês。どうぞ。Un bon fin de semana para vocês。これはね、皆さん、良い週末をという意味ですよ。Fin de semana が、fin de semana が週末。Bon、いい。Para vocês。これ、para のね、略し方は、p を書いてから、バハ、スラッシュ。para ですよね。ちょっと書きましょうかね、para。こんな感じですよ。これで書いちゃいますね。一筆書き。パーラ。という感じですね。パーラ・ヴォセイ。あなたに。パーラ・ヴォセイス。あなたたちに。という意味になります。よろしいですかね。はい。では、また戻っていきたいと思います。で、これがですね、皆さんへ良い週末をという意味でだったんですけどね、これが今日の、定食メニューになります。ちょっとスピーディーにですね、どんなことをやるかっていうのをね、紹介したんですけども、今度は一つ一つね、ゆっくりやっていきたいと思います。よろしいですかね。はい。ではですね、またこの日常の表現がしつこく出てきましたんで、私が日本語でね、いろいろな順番で言いますので、混ぜっこぜで言いますんでね、皆さんポルトガル語で言ってくださいよ。よろしいですか。はい。ありがとう。オブリガード。こんにちは。ボアタルチ。いつでもどうぞ。Disponha. Bye bye. Tchau. Sayonara. Até logo. Gomenasai. Desculpe. Konnichiwa. Boa tarde.こんばんは。おはよう。大丈夫ですよ。Não se preocupe。ごめんなさい。いいですよ。Não faz mal。いつでもどうぞ。また明日。どういたしまして。ジナーダ。はい、ってな感じですね。もう普通に言えました。はい。では。
ジェルンジョについてやっていきたいと思います。ジェルンジョというのは現在分詞のことですよね。何々していますというふうに訳します。または何々をしているところですというふうに訳しても OK です。R 動詞は and、L 動詞は end、ir 動詞は ind、or 動詞は ond。これが英語の ing、現在分詞にあたる、動詞の形になります。では、一つ一つ見ていきましょう。Aonde você está indo? どうぞ。このインドというのはイールという動詞から来ているので、イールは行くという動詞ですね。だから、エスタインドは行くところ。あなたはどこへ行くところですか？このあはね、何をしているかっていうと、どこへのえに当たります。いいですね。オンジはね、もう皆さん知ってますよね。どこにとか、どこでとか。あがつくと、どこへになります。答え方ですね。Estou indo para o teatro. どうぞ。ということで、劇場に行くところよ。劇場に行くところだよ。で、これ、あでもいいんですよ。パーラの代わりに。そうなると、アオという宿語形になります。パーラオチアトルじゃなくて、アオチアトル。Estou indo ao teatro。と言ってもいいですよ。両方とも OK です。で、もう一つの2番目の例文見てみてください。Leva o guarda-chuva, pois está chovendo. どうぞ。Leva o guarda-chuva, pois está chovendo. Pois está chovendo というのは、雨が降っているから、からが pois ね。Leva o guarda-chuva, 傘を持ってきなさい。雨が降っているから傘を持ってきなさいという意味ですよね。レヴァはレヴァールという動詞ね。運ぶとかね、持っていくという動詞になります。これ現在形が使われてます。いいですね。本当は命令形にした方がいいんだけども、命令形はまだ習ってないので、現在形で足ります。大丈夫です。で、このポイスもね、これ2つの文章をつなげるときに結構便利なので覚えちゃってください。何々だからという意味ですよ。雨が降ってるから傘を持ってきなさい。で3番目は現在分詞の ventar から来てますね。Está ventando。どうぞ。風が吹いています。いいですね。だから現在分詞が使われているこの現在進行形を何々しています。というふうに訳すといいですね。で、これは自然現象なので、何々しているところですとは言わないですね。自分がやってるときはね、今勉強しているところとかね、今行くところとか、今食べるところとかって言うんですけど、こういう自然現象はね、何々しています。今風が吹いていますとかね、雪が降っていますとかっていうふうに使います。この4番目ですね。Está nevando. どうぞ。Está nevando. これは nevar という、ね、動詞から来てますよ。nevar は雪が降るという意味です。あんまりね、nevar ってね、ブラジルでもポルトガルでも使わないんですけど、ただブラジルはね、南の方に行けば行くほど南極にしか近くなるので、雪が降る町もあるんですよ。南の方行くとね。赤道直下なのに。赤道直下からだいぶ離れたところにもブラジルの州、最後の州がありますよね。最後から2番目、3番目ぐらい結構ね、雪降ったりしますよ。山の方はね。ということで、ネバールという動詞はね、めったに使わないんですけども、そういったところでは、エスターネバンド、雪が降ってますというふうに言いますんでね。はい。これも覚えちゃってください。でもう一つの5番目 の, 現在分詞 の, 例文です。Estamos assistindo ao jogo de futebol pela TV。TV って言ってもいいし、テレビジョンと言ってもいいですね。テレビのことね、テレビジョンって言うんですよ。E pelo vídeo、ビデオで。で、この pela televisão というのは、テレビでという意味です。
ペーラはね、これは、宿号形になってます。Por mais a igual a perla。ペロは por mais o igual a perlo という宿号形なんですよ。何々で、何々で、テレビとビデオで、ジョージフチボー、サッカーの試合を、イスタムサスチンド、見ているところです。見ています。でも、どっちでも大丈夫です。長い文章になりましたよね。エスタムスアシスチンドアウジョグジュフチボウ。これエスタムスなので、ノースだから、僕たちは、私たちは、サッカーの試合をテレビとビデオで見ています。見ているところです。いいですね。で、見るというね、動詞があるんですね。ver という動詞なんですけど。で、どちらかというとね、英語もそうですけども、映画を見ますとかね、テレビドラマを見ますとか、試合を見ますとか、そういう場合は、assistir a というこのね、動詞を使うんですね。watch と言いますよね、英語でね。あれと一緒でですね、ver はあまり使わないです。まあ、使ってもいいんだけれども、正式には assistir a なんですね。で、普段のね、言い方だと、ver を小語字不調と言っても全然大丈夫です。なんでこんなこと言うかっていうと、私が小学校の時ね、4年生か5年生の時、すっごくしつこくね、私の国語の先生が、アシシールア、アシシールアオというのね、しつこく、注意されたので、いまだに頭の中に残ってるので、ついここは強調しちゃうんですよね。三つ子の魂100までって言いますけど、3歳ではなかったんですけども、かなりこれは残りましたね。ということで、試合を見る、お芝居を見る、映画を見る、テレビを、のテレビドラマを見るというのは必ずアシシールア、またはアシシールアオというふうに覚えておいてください。これ忘れないでね。ア、アオ。ではもう一個、最後の。現在文章を使った文章ですよ。セスト。Estou estudando português pelo YouTube。どうぞ。YouTube のこと、YouTube というので、はい。ブラジル式な英語の読み方です。で、やっぱりこれもね、por mais o pelo になります。Estou estudando português。私は、僕はポルトガル語を勉強しています。Pelo YouTube。YouTube で。ということですね。皆さん、しっかり YouTube でポルトガル語を予習してくださってますかね。予習復習にどうぞ使ってくださいね。で、Q2 のね、YouTube、まだ全部収録し終わってないんですけども、Q2 の収録が終わると、去年収録したのが、と、ちょうど輪が塞がるっていう感じですね。去年はね、まだね、Q1 の頃は、ズームで頭いっぱいで、YouTube まで頭回らなかったんですけど、Q1、Q2 はね、Q3 から、夏休みからね、YouTube、真面目にきちっとやるようになったので、だからちょうどそこの Q1、Q2 が抜けててですね、Q3 から、夏休みから、Q3、Q4 まではきちっと来てたんですけどね。で、今 Q1 ももう終わってるので、あと残りは Q2 ですね。あ、Q3 はもう録画してあります。ということで、僕は YouTube でポルトガル語を勉強しています。そういう意味になります。ということで、この現在分詞、何々していますというときは必ず Verbo estar プラスアンド、エンド、インド、オンドを組み合わせてください。よろしいですかね。で、もちろんその他にもね、現在文章の使い方ってあるんですけども、今日はね、この現在進行形だけね、見ていきたいと思います。または何々しているところですというね、意味でね。
では、この回で、ser、estar、eter 出てきたんですけど、もう一回ね、復習したいと思います。全部これ現在形ですよ。不規則動詞です。はい、verbo ser。so, es, e, somos, sois, são。どうぞ。何々であるという意味ですよね。国籍とか、自分の職業とかね、そういうのを言うときに使いますね。estar は estou, estás, está, estamos, estáis, estão。どうぞ。そうです。ということで、これも何々ですという意味で使いますけども、状態を示すときの何々ですですよね。あと場所。何々は何々です。どこそこにありますという意味のね。そういうときはエスタール使ってくださいね。あと、人が、または動物がどこそこにいるというときもエスタールを使います。ヴェルボ・セールは使わないです。あと、自分は頭が痛いとか、お腹が空いているとか、疲れているとかっていう状態を示すときも、verbo ser 使わないです。estar を使います。天気も変わりやすいものですので、そういう半永久的なですね、性質を持っていないものは全部 estar で表します。英語は ser も estar も一緒くたです。では、verbo ter ですね。持っている、または、存在する、あるという意味で使いますね。tenho, tens, ten. temos, tendes, ten. どうぞ。tenho, tens, ten. temos, tendes, ten. 先週やったのでね、覚えてましたよね、皆さん。はい。これをいっぱい使って、今日は練習問題をやります。ではですね、練習問題の4.4やってみましょう。traduza というのがありますよね。はい。ということで、教科書の方ね、見ていってもいいんですけど、その前にちょっとこれをね、見てください。あと、後でちょっと一息の時ね、カエターノ・ヴェローゾのね、歌を聞きたいんだけども、カエターノ・ヴェローゾというのは、もう皆さん、今まで、アントニオ・カルロス・ジョビンとか、ヴィニシウス・モライスね、それと、オスワルド・モンチネグロ聞きましたよね。あと、ゼハマーリョ聞きましたよね。で、今日はカエターノ・ヴェローゾ。ブラジルのMPB のね、ムージカ・ポプラール・ブラジレーラ、MPB って言うんですけど、MPB のすごい有名な歌手たちばっかりですよ。今んとこ女性が出てこないんですけど、女性もたくさんいますのでね、順番待っててくださいね。ということで、今日はカエターノ・ヴェローゾを教室では聞いていきます。で、YouTube では聞くと著作権で引っかかるので聞きません。皆さんで聞いてください。ということで、ちょっとこの練習問題4.4をする前に、この間ちょっと言ってましたよね。キョーラスさんはゴーラ。今何時ですか？アゴーラさん、キンジパラストレイス。今、3時15分前です。Agora são 10 para as 3. 今、3時10分前です。Agora são 5 para as 3. という感じでですね、何時何分前ですという言い方をちょっと練習しました。書きますね。書いた方がいいでしょう。じゃあ、これをちょっとね、テキストにしましょう。この2時45分というのは3時15分前ですよね。ということで、ここをポルトガル語にしまして、皆さんのところではこれ、ここの部分は映らないのかな。ということでですね。間違えました。15パーラアスというふうになります。
で、このあはですね、アクセント記号をつけてもつけなくてもいいんだけれども、一応つけとこうか。ということになります。トレイスって30のことよね、3。で、キンゼは15分。3時に15分。3時まで15分という意味です。まあ、普通の言い方だと、duas y cuarenta y cinco。それは先週やりましたよね。じゃあ、2時50分だったらどうなるかって言ったら、これは3時10分前ですよね。10分前なので10、10分の10は何と言いますか ?days para as 3時。days。あれ?こっち側にくっついちゃいました。という感じです。じゃあ、2時55分これは3時5分前ですよね。ですので5 para as 3という感じです。よろしいでしょうか。例えば、これはどうなるかな。7時5分前ですよね、これ、6時55分ってね。じゃあどうなりますか、これ。ちょっと考えてみて。できたかな ?5 para as 7。7時5分前。こういうふうに次の時間の時間を言うんですよね、最後にね。で、足りない分数を先に言って、para as で、次の時間が設置だから、7時5分前なので設置を言います。いいですかね。はい。これが嫌だったら、まあそのまま55というふうに言ってください。6 y 55。よろしいですかね。ということで、これ、一丁上がりですね。じゃあその次ですね、教科書の方を見ていきましょう。教科書。この教科書のですね、4.4、年少問題の 4.4、見てみましょう。これを日本語に訳しましょう。という、問題になります。いいですか?Um momentinho que estou falando no telefone. 一緒にどうぞ。Momentinho というのはね、ちょっと待ってね、ちょっとお待ちくださいっていうときね、un momentinho と言います。けというのはね、ポイスと同じ意味です。なぜならばという意味です。Estou falando no telefone。電話中だから、ちょっと待ってね。そういう意味です。Falando というのはね、Estou falando、これ現在進行形ですよね。Falar は知ってますね。話す。話しています。電話で話していますから、ちょっと待ってね、という意味になります。ですか?電話中ですので、ちょっとお待ちください。そういう意味ですね。次はどうかな ?Você está escrevendo neste momento. どうぞ。Você está escrevendo neste momento. あなたは、この瞬間、手紙を書いているところです。Está escrevendo.escrever という動詞なので escrevendo になります。escrever というのは手紙を書くという意味もあるし、字を書くという意味もあります。でも、まあ、目的語がね、大体こう、ついてこない場合は、あ、手紙を書いているという意味だなというふうにわかるので、いちいち、carta って言わなくてもいいです。あなたは今この瞬間、手紙を書いているところです。今の時代ね、手紙書く人少ないですよね。
まあ、大体メールでね、済んじゃいますもんね。テレビ電話とかね。では、もう一個いきます。3番ですね。Estou jogando tênis com Alice agora. どうぞ。私は今、アリスとテニスを。何でしょう、これ。しているところです。Jogar tênis。球技は全部ね、jogar を使うんですよね。するという意味なんだけど。テニスをする。という意味で、これはジョガールなので、ジョガンドになります。で、ストージョガンドなので、現在進行形ですね。今、アリスとテニスをしているところです。Quarto. Estamos estudando português nesta sala, neste momento. どうぞ。Estamos estudando português nesta sala, neste momento. Nesta sala というのは、この部屋でという意味なんですけどね。教室っていう意味ですよね。この教室で、neste momento、この瞬間、estamos estudando português。ポルトガル語を勉強しているところです。私たちは今、この瞬間、この教室で、ポルトガル語を勉強しているところです。はい。で、5番目ですね。Olha só! Ele está trabalhando sério até que enfim. どうぞ。Olha só!Ele está trabalhando sério até que enfim. この Olha só というのはね、これは感嘆詞になるんですけど、ちょっと見てっていう意味ですね。Look とかっていう意味ですよね。だからついに彼は真面目に仕事をし始めたわっていう意味です。遊んでばっかり、フラ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 してて、ダンスしたり、歌聞いたり、何もこう落ち着いてやらない人が急に真面目に仕事をし始めたよっていう意味ですね。このアテケンフィンっていうのはね、ついにやっとという意味ですよ。これもよく使いますよ。アテケンフィン。ついにやったねみたいな時ね。アテケンフィン。よく使います。で、エスタトラバリアンドセリュというのはね、トラバリアーというのは働くという意味ですね。で、これの、現在分詞は、trabalhando。R 動詞なので、and。está trabalhando。働いています。という意味になりますよね。serio というのは、真面目に。ついに彼は、真面目に仕事をしていますよ。ちょっと見てください。で、6番目は、aonde você está indo? どうぞ。これは一番最初のね、会話で出てきましたよね。アウンジュモセスタインド。覚えてますか?君、どこに行くところ?という意味ですよね。はい、そういうことです。じゃあ、この練習問題の4.5もね、ちょっとやっちゃいましょうか。Forme sentenças com as seguintes expressões: estar com. だから、この estar com というね、この言い回しを使って、文章を作りましょう。主語は、eu, ele, ela, nós, eles, elas。使ってください。vos は使わないでね。vos はね、もう使われないのでね、話し言葉では。例えば、estar com pressa。これは不定形になってますんでね。急いでいるという意味です。これに主語、奴隷を使ってもいいですよ。nós を使った場合、estamos com pressa。私たちは急いでいます。そういう意味になります。よろしいですかね。はい、じゃあ次いきますよ。 estar com fome。 お腹が空いている。もし eu だったらどうなりますか?Eu estou com fome. 私もお腹が空いています。喉が渇いている。Estar com sede. Ele でやってみましょうかね。Ele está com sede. 彼は喉が渇いています。Estar com frio. これは寒いという意味ですよね。じゃあ今度は ela でやってみましょうか。Ela está com frio.
彼女は寒いです。寒がっていますって意味ですよね。Cuarto, estar con calor. 暑い。暑がってます。Nos でやってみましょうかね。Nos estamos con calor. 僕たちは暑いです。Estar con miedo. 怖い。ああ、怖い。ということで、彼らは恐れています。Eles estão com medo. じゃあ、こちら。Estar com pena de. あなたをかわいそうにと思います。気の毒に思います。いいですか？私はあなたのことすごい気の毒に思う。Estou com pena de você. いいですか？眠い。Estar com sono。彼女たちはすごく眠たがってます。Elas estão com sono。そうです。8番です。Estar com febre。これは熱があるという意味ですよね。ちょっと熱があるとね、今の時代怖いですよね。え、コロナじゃないかと思っちゃいますもんね。はい。私は熱があります。Eu estou com febre。そうです。おかんがする。皆さん、おかんって何のことか分かりますかね。ちょっと寒気がして、油汗が出て、気持ちが悪くて、寒気がする。そうですね。そういうのね、おかんがするって言うんですけど。Estar con calafrio。ということで、nós ね。私たちはおかんがします。と言ってみましょう。Nós estamos com calafrio. はい。じゃあ次行きますよ。Estar com vontade de 何々。何々がしたいと思う。私たちはちょっと何か食べたいと思います。私たち。Nós estamos com vontade de comer. 不定形をここに使えばいいです。私たちは勉強したい気分なんですけど。Estamos com vontade de estudar って感じですね。ありえないですかね。じゃあその次いきます。Estar con dor de cabeça。これはですね、頭が痛いという意味ですよね。もう出てきたような気がするんだけど、もう一回やります。頭が痛い。私は頭が痛いです。Estou com dor de cabeça。そうです。彼女は歯が痛いです。歯が痛がっています。歯を痛がっています。Ela está com dor de dente。そうです。父は喉が痛いと言っています。父は meu pai。Meu pai está com dor de garganta。父って言ったら、エレのことなので、三人称の単数になりますね。Meu pai está com dor de garganta。はい、ここちょっとね、スペースがね、空いてないですね。Estar com dor de estômago。いいですか？胃が痛いです。ということで、言ってみましょう。私はお腹が痛いです。Estou com dor de estômago。失恋した。私は失恋しました。Estou com dor de cotovelo。cotovelo というのはですね、肘のことなんですね。肘鉄を食らったっていう意味です。ということで、肘鉄を食らったというのは失恋したっていう意味なんですね。だから、Estou com dor de cotovelo と言って、メソメソと泣いているみたいなね。これね、もし肘をね、怪我したりして、肘が痛いとか、怪我しちゃったっていうような場合は、G じゃなくて、のを使うんですよ。Estou com dor no cotovelo。そしたら、もう本当に医学的に、あ、肘怪我しちゃったんだねとかね、骨折してるねとかね、そういう感じで、Estou com dor no cotovelo というふうになります。
あとですね、今日みたいにね、こうやって雨っぽいね、雨模様だったりするとね、やる気がなかったりしますよね。勉強する気にならないな。時間はたっぷりあるんだけど、やる気にならないっていうような時、そういう時、estar con prisa を使います。いいですか？私は今日やる気がありません。estoy con prisa。どうぞ。でね、怠け者っていう動物がいますよね。あれはね、ビッシュプリギッサって言うんですよ。書いてみましょうか。はい。じゃあ、ここに書こう。ここら辺に書きましょう。ビッシュプリギッサ。これが怠け者という動物のことです。いいですね。Estoy con prisa って言ったら、やる気がありません。怠けたい気分ですっていう時に、ね、使います。怠け者の男の、男の子のことをプレギソーゾって言います。プレギソーゾ。怠け者の女の子のことをプレギソーゾと言います。いいですね。よくお母さんなんかがね、息子をね、叱るとき、プレギソーゾと言ったり、女の子を叱るとき、プレギソーゾ。この怠け者め、みたいな感じでね、叱るときはこういうふうに使います。で、ビッシュプレギッサはこれは怠け者というね、動物さんの名前です。ビッシュプリギスと言います。よろしいですかね。はい。では、また元に戻りたいと思います。どこにいたっけ？はい。じゃあ、こっちね。さっきのね、練習問題4.4がありましたよね。あれをしつこくやりたいと思いますので。はい。これはもう日本語に訳した文がね、載ってるので、ポルトガル語でどうなるかっていうのをね、ちょっと聞いてくださいね。教科書読みますからね。Primeiro, un momentinho que estou falando no telefone。電話してるからちょっと待ってね。Segundo, você está escrevendo neste momento。あなたは今この瞬間手紙を書いている。いいですか？じゃあ3番です。Estou jogando tênis com Alice agora。私は今、アリスとテニスをしているところだ。Quarto. Estamos estudando português nesta sala, neste momento. 私たちはこの瞬間、この部屋でポルトガル語を勉強している。ですね。5番目。Olha só! Ele está trabalhando sério até que enfim. ちょっと見て。ついに彼は真面目に仕事をしている。Sexto. Aonde você está indo? ね、これ会話で出てきたので、もう耳に慣れてますね。あなたどこに行くところ？そういう意味です。はい。で、これ今やりましたね。練習問題4.5。ということで、estar com を使った文章になります。皆さん、日本語で言ってみましょうか。Eu estou conforme. 私はお腹が減っています。Tu estás com sede. 君は喉が渇いている。Ele está com frio. 彼は寒いです。寒がってます。Ela está com calor. 彼女は暑がってます。Você está com medo. あなたは怖がってますね。Nós estamos com pena de você. 私たちは君のことを気の毒に思ってるよ。Eles estão com sono. 彼らは眠がっています。Elas estão com febre. 彼女たちは熱があります。9番。Vocês estão com calafrio.
あなたたちはお考えしています。Estou com vontade de abraçar todo mundo como antes. Abraçar todo mundo というのはみんなにだけつくって意味ですよね。はい。ハグするということです。Como antes. 前のように。Estou com vontade. 特にね、西洋人の挨拶の仕方っていうのはね、必ず人に抱きついて、そして肩ポンポンしたりしますよね。だから今コロナでね、これができないので、これすごいストレスになってるみたいですよね。日本人みたいに体ノータッチで、頭だけを下げるみたいなね、そういうのと違うのでね、だからかなりこれストレスになってるみたいですよ。はい。ということで、私は前のようにみんなとハグしたい気分です。そういう意味です。このトードモンドというのは世界中全員という意味なので、トードモンドはみんなという意味です。前みたいにみんなとハグしたい気分です。という意味です。11. Estás con dor de cabeça?君、頭痛いの? Meu irmão mais novo está com dor de dente. 僕の弟は歯が痛がってます。歯を痛がっています。Minha irmã mais nova está com dor de garganta. 私の妹は喉を痛がっています。Você está com dor de estômago? あなたは胃が痛いんですか?Estou com dor de cotovelo. 僕はちょっと失恋しちゃったんだよ。Estamos com preguiça. ちょっと怠けたい気分なんですよね、私たち。という意味ですね。よろしいですかね。はい。それではですね、今度は、日本語に全然ないこの定冠詞と不定冠詞について、いろいろな、単語を見ながらね、学んでいきたいと思います。英語では、artigos definidos、article というんですけどね、the と言いますよね。見てみてください。お livro, the book。os livros, the books。お caderno, the notebook。os cadernos, the notebooks。英語はね、複数も単数も the で変わらないですよね。A borracha, the eraser. As borrachas, the erasers. O grampeador, the stapler. これってホッチキスのことね。Os grampeadores, the staplers. A fita adesiva, セロテープ the sellotape.アメリカではね、セロテープっていう、これも商標なんですけどね。イギリスではですね、スコッチテープっていうんですよね。The Scotch Tape と言います。アメリカでは The Sellotape というふうに言って大丈夫です。日本のセロテープと一緒ですね。As fitas adesivas, the sellotapes. A régua, the ruler. As réguas, the rulers.だから複数もね、単数も英語は全部同じなので楽ちんですよね。アジェンダ、手帳、the pocket book, as agendas, the pocket books, a caneta, the pen, as canetas, the pens. で、これボールペンのことはね、a caneta esferográfica と言います。一緒にどうぞ。a caneta esferográfica.The ballpoint pen. As canetas esferográficas. どうぞ。As canetas esferográficas. The ballpoint pens. というふうになります。よろしいですかね。ということで、ポルトガル語は、お、オス、ア、アスというふうに4種類の定冠詞があります。じゃあ次、不定冠詞。不定冠詞はですね、英語の場合はですね、あ、あん、あと、さんを使います。
で、ポルトガル語でサムはね、アオグンアオグマっていうのがあるんですけど、今日はね、このアルチゴスインデフィニードスということで、不定冠詞だけで説明していきますね。ウン、ウマ、ウンス、ウマスというふうに、ポルトガル語の名詞ってね、女性名詞と男性名詞とあるので、不定冠詞もね、2種類あります。そして複数形もあります。例えば、I have a book. Eu tenho livro. いいですね。Eu tenho livro. ここは全然特定していない本なので、うんになります。I have some books. Eu tenho uns livros. ということで、こういう不定冠詞もね、複数形があるんですよね。一の複数。一の複数って何って感じですけどね。こういう感じに複数形があるんですよね。ポルトガル語の場合。だから、本を何冊か持ってますという意味ですよね。Eu tenho uns livros。で、これは、I have an eraser。消しゴムを持ってます。Eu tenho uma borracha。borracha ってね、これね、ゴムっていう意味なんですよね。で、まあ、消しゴムのこと、borracha っていうので、はい。uma borracha。女性名詞。I have some erasers. Eu tenho umas borrachas. という感じです。ということで、不定冠詞は、うん、うんす、うま、うます。いいですね。英語は、あ、あん、さんを使いますね。ということで、使い方の、そういう、理屈はですね、英語の皆さん散々習ってきましたよね。中学校から高校までね。その定冠詞と不定冠詞の説明よく覚えていらっしゃると思うんですけど、覚えてないかな。それと同じ理屈でポルトガル語の定冠詞、不定冠詞も使います。ということでですね、次、練習問題の4.6をやっていきたいと思います。Traduza as seguintes sentences. Eu tenho uma borracha. 私は消しゴムがあります。はい。じゃあ、これ、ちょっと教科書の方をね、見ていきたいと思います。ですね。こちらです。Eu tenho uma borracha. 私は消しゴムがあります。これは私は消しゴムが1個ありますっていう意味じゃないですよ。不定冠詞として使ってる場合は、日本語で1個とか2個とかってね、訳さないでくださいね。私は消しゴムがあります。かわいい動物さんの消しゴムだったり、匂いのするピンク色の消しゴムだったり、いろいろするんですけど、この場合はただ、漠然と消しゴムを持ってるという意味で使うので、定冠詞じゃなくて、不定冠詞を使います。馬、ボハシャ。私は消しゴムがあります。じゃあ、プリメロ。Traduza as seguintes sentenças。次の文を訳しましょうということなので。Você tem lição de casa hoje? 一緒にどうぞ。あなたは今日宿題がありますか？こんな感じ。で、この場合はですね、宿題という場合はですね、不定冠詞使ってないです。で、定冠詞も使わないです。いいですね。そういう場合もありますので、何々があるっていうとき、必ずしも定冠詞、不定冠詞をつけなくても大丈夫。いいですね。例えばでも次の場合はね、必要ですよね。Eu tenho uma irmã e um irmão。一緒にどうぞ。ということで、この場合はですね、不定冠詞を使ってるんだけれども、数詞として、数字の意味として使っていますので、この場合は一人のというふうに日本語で訳しても構わないです。私は女の兄弟と男の兄弟、各々一人ずついます。そういう意味になります。私は女の兄弟と男の兄弟がいます。そういうふうに訳してもいいです。次の3番目はですね、Meu irmão tem um carro novo. 一緒にどうぞ。
ンカーフノーブというのは、新しい車。メウェルマン。僕の兄は、または弟か、どっちかですね。兄はにしときましょうか。兄は新しい車を持っています。新しい車があります。どっちでも OK。で、4番目。Nós temos aula de português às quintas-feiras. どうぞ。そうです。こういうふうにね、授業があるとかね、宿題があるとかっていうときは、定冠詞も不定冠詞も使わない、つけない場合が多いですね。ということで、私は週ごと、木曜ごとにポルトガル語の授業があります。いいですか？皆さんは月曜日と木曜日、月曜と木曜ごとにポルトガル語の授業があります。というふうに言いたかったら、Nós temos aula de português às segundas-feiras e quintas-feiras というふうに言えばいいです。で、5番目見てみましょう。Vocês têm dinheiro de condução? Dinheiro de condução というのはね、交通費という意味です。Dinheiro はお金、condução、交通の費用、交通費。Dinheiro de condução、交通費。あなた方は交通費を持ってますか ?Sim, temos. って感じですよね。もし答えるんだったらね。よろしいですかね。じゃあ今度は、Os dias da semana。これを見ていきましょう。曜日の言い方ね。はい。曜日の言い方、先ほどもね、イントロで言いましたけれども、2番、3番、4番、5番、6番。までは助数を使うんですよね、ポルトガル語はね。はい。で、さっき散々ちょっと閉じちゃいましたけど、スペイン語の場合はですね、月、火、水、木、金、土、日というふうにね、この、太陽系の、月曜からずっと日曜日まであります。ルーネス、マルテス、ミエルコレス、フエベス、ビエルネス、サバド、ドミンゴですね。ということで、繰り返しましょう。セグンダフェーラ、テルサフェーラ、クワルタフェーラ、キンタフェーラ、セスタフェーラ、サバド、ドミンゴ。このサバド、ドミンゴは、これはスペイン語でも同じです。同じところにアクセント記号も乗っかります。サバド、イドミンゴ。で、日曜日ごとにだったら、トードソース、ドミンゴス。私は日曜日ごとにテニスをします。エウジョーゴ、テニス、トードソース、ドミンゴス。私は月曜ごとに、久保原先生の授業があります。エウテニョアオラコン、久保原先生、トーダサセグンダス。という感じですね。で、私は週末ごとに、大阪へ行ってます。Estou indo a Osaka todo fim de semana。そういう感じで使いますよ。でですね、このフェーラ、セグンダフェーラ、テルサフェーラ、クワルタフェーラというこのフェーラね、つけないで使っても大丈夫です。セグンダ、テルサ、クワルタ、キンタ、セスタ。という感じですね。という感じでですね、Quais são os dias da semana? というこの練習問題の 4.7 やってみましょうか。Quais são os dias da semana? どうぞ。1週間の曜日を言ってください。São。次の通りです。どうぞ。Segunda.Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. はい。この練習問題してくださいね、皆さんね。では今度は練習問題の 4.8 をやっていきたいと思います。Passe para português as seguintes sentenças. 次の文をポルトガル語に直しましょう。
ですかね。確かこれね、全部ね、ヴェルボセールしか出てこないですよ。ヴェルボセール。ヴェルボセールの活用形できますか？覚えてますか？So, is, え、somos, sois, son。そうです。ということでやってみましょう。ここは教室です。Aquí es la sala de aula。あとでね、答えをね、パワポで見ますよ。Segundo、私は学生です。皆さんでどうぞ。Eu sou estudante。今日は木曜日です。Hoje é quinta。または quinta-feira。月曜日の次は火曜日です。Depois de segunda-feira é terça-feira。いいですか、日曜日の前は土曜日です。前は antes de。antes de domingo é sábado。いいですか。Sexto。明日は金曜日です。amanhã é sexta-feira。いいですね。はい。じゃあ次は、私たちは日本人です。Nós somos japoneses. Oitavo. 彼らはブラジル人です。Eles são brasileiros. Nono. あなたたちはポルトガル人ですか？質問文になりますよね、これ。Vocês são portugueses? décimo。これ否定文ですね。私は先生ではありません。Eu não sou professor。よろしいですかね。じゃあその次の練習問題 4.9 やってみましょうか。今度はね、verbo ser じゃなくて、verbo ter になりますよ。verbo ter を、vamos estudar na ponta da língua。舌の先っちょに乗せて、ペラペラにという意味ですよね。はい。これはね、何々がありますかっていう、言い回しなので、この三人称の点しか使わないんですよね。いいですか。でも、一応、活用をね、押さえておきましょう。tenho, tens, ten. temos, tendes, ten. どうぞ。tenho, tens, ten. temos, tendes, ten. お店なんかに行ってね、何々ありますか？卵ありますか？とかね。M サイズありますか？とかね。いろいろ聞くときはこの点をよく使いますよ。ということなので三人称の点、複数でなくて単数形ね。だからアクセント記号なしよ。Você tem livro de português? 一緒にどうぞ。Sim, tenho。あなたはポルトガル語の本持ってますか？はい、持ってます。Não, não tenho。いいえ、持ってません。だから皆さん、どっちかで答えてね。肯定文、sim、tenhoか、なかったら、não、não、tenho。いいですか？ Você tem dicionário de inglês? 一緒にどうぞ。英語の辞書持ってる？まあ、大体皆さん持ってるね。sim、tenho。持ってない人もいるかもしれないんで。não、não、tenho。3番。Você tem lápis? 鉛筆持ってる？鉛筆は持ってないけど、シャーペンなら持ってる。Não, não tenho, mas tenho lapiseira. Lapiseira って言うんですよ。シャーペンのことね。書いてほしいですか？
じゃあ書きます。ここに書きますね。これで書いちゃおう。一筆書きは難しいですね。パソコンのこういうところに書く場合は手が気が狂いそうになります。ラピゼイラって言うんですよ、シャーペンのこと。いいですか、ラピゼイラ。ということで戻ります。Você tem lápis? Não, não tenho, mas tenho lapiseira. いえ、鉛筆は持ってませんけど、シャーペンは持ってます。そういう意味になります。Você tem dinheiro? あなたはお金持ってる？ちょっとならね。Sim, tenho um pouquinho. Sim, tenho um pouquinho. これ後でパワポで見ます。Você tem carro? 車持ってる? Sim, tenho. Não, não tenho. いいえ、持ってません。という感じね。じゃあちょっとパープの方に戻りますよ。はい。ということでですね、今度は逆やりますよ。この 4.6 のね、練習問題。次の文を訳しましょう。で、訳したのがこれです。あ、今度逆やりますね。この逆のね、練習問題もすごくいいですよ。日本語の文章を見て、頭をちょっと、集中させて、ポルトガル語をここから絞り出します。あなたは今日宿題がありますか？Você tem、宿題。タレファでもいいし、リサンジカーザでもいいですね。リサンジカーザ、オジ。いいですか？ Você tem リサンジカーザ、オジ？ 2番目。Eu tenho、私は女の兄弟と男の兄弟があります。Eu tenho uma irmã e um irmão。というふうになりますね。で、3番目は、僕の兄は新しい車があります。Meu irmão tem um carro novo. Um carro novo というふうにね、不定冠詞使ってね。で、4番目、僕たちは木曜日ごとにポルトガル語の授業があります。Nós temos aula de português.木曜日ごとに。Todas as quintas feiras。ということですね。または、todas を使わないで、Nós temos aula de português as quintas feiras。というふうに言っても OK です。で、5番目。あなたたちは交通費がありますか？ Vocês têm dinheiro de condução?ジニエロはお金、ジコンドさんは交通費、ジニエロジコンドさんという感じになります。いいですね。さっきと逆のことをしたので、頭に染み込みやすくなってます。じゃあ次ですね。Os dias da semana。一緒にどうぞ。曜日。Que dia da semana é hoje? 今日は何曜日ですか？ジアダセマーナが曜日ですよね。オージェが今日。オージェキンタフェラ。今日は木曜日です。今日は本当は日曜日ですよね。収録してる日は日曜日です。オージェドミンゴ。だけどここは木曜日ってことで。オージェキンタフェラ。今日は木曜日。皆さんの授業の 日に合わせてキンタフェラって言ってます。Que dia da semana é amanhã? 明日は何曜日ですか?
Amanhã é sexta-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã é segunda-feira. Já この曜日をね、もう一度練習していきますよ。Hoje é segunda-feira. 今日は月曜日です。Hoje é terça-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sábado. Hoje é domingo. Isso, né? E 毎日曜日は todos os domingos. 毎週、todas as semanas. 毎週末、todo fim de semana. Todo mês, 毎月。例えば、野球がすごい好きな人だったら、Eu jogo beisebol todos os domingos. Eu jogo beisebol todas as semanas. 毎週末、Eu jogo beisebol todo fim de semana. Eu jogo beisebol todo mês, 毎月。という感じですね。で、練習問題の4.7もやりましたけど、もう一回。しつこくやりますね。覚えるために。Exercício 4.7. Quais são os dias da semana? 一緒にどうぞ。Quais são os dias da semana? はい。一週間の曜日はどんな感じですか？どんな曜日がありますか？ Os dias da semana são Da semana são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo は feira くっつかないんですけども、その他は feira くっつきますよ。で、feira 落っことしちゃってもいいです、今みたいに。segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira と言っても大丈夫です。でも、サバドフェーラとドミンゴフェーラはやめてください。ないですので。よろしく。はい。ということで、練習問題の4.8。これはですね、教科書の方は日本語からポルトガル語にしましょうというね、練習問題でしたよね。で、ここにもう答えがあるので、これを今度ね、日本語にしていきましょうか。Aqui é a sala de aula。ここは教室です。Sou estudante. 私は学生です。Hoje é quinta-feira. 今日は木曜日です。Depois de segunda-feira, é terça-feira. 月曜日の次は火曜日です。Antes de domingo, é sábado. 日曜日の前は土曜日です。Amanhã é sexta-feira. 明日は木曜日です。Nós somos japoneses. 僕たちは日本人です。Eles são brasileiros. 彼らはブラジル人です。Vocês são portugueses? あなたたちはポルトガル人ですか？ Eu não sou professor. 僕は先生ではありません。いいですか？これ全部 verbo ser なのでね。覚えてますよね。そう、えす、えそも、そいさん。全部使われてますね、ここね。そいすがね、使われてないけどね。じゃあ今度 verbo ter を使ったね、練習問題。練習問題の4.9ですね。Responda às perguntas。質問に答えましょう。Você tem livro de português? あなたはポルトガル語の方を持ってますか？ Sim, tenho. では、2番目です。Você tem dicionário de inglês? 英語の辞書持ってますか？ Não, não tenho. いえ、持ってません。3番。Você tem lápis? 鉛筆持ってる？ Não, não tenho.
Mas tenho lapiseira. いいえ、鉛筆は持ってないけど、シャーペンは持ってます。Você tem dinheiro? お金持ってる? Sim, tenho um pouquinho. ちょっとだけ持ってるよ。という意味ですね。5番目。Você tem carro? 車持ってる? Sim, mas está enguiçado. 持ってるよ。だけど、壊れてるんだ。Está enguiçado. これは壊れてますという意味の慣用句になってます。車はね、エンギサードを使うんだけども、家電製品ね、ミキサーが壊れましたとか、コーヒーメーカーが壊れましたとか、あと炊飯器が壊れましたとかね、そういう時はエンギサードは使わないです。エスタケブラードと言います。書きますね。じゃあここに書こう。Está quebrado. もし男性名詞だったらね。で、女性名詞だったら、está quebrada と言えばいいです。車はエンギサード。家電製品とか、パソコンとかね。DVD とか。そういうのは está quebrado というふうに言えば OK です。ということで、はい、また戻っていきましょう。これがラストになります。今日の授業の、最後のお皿です。最後の料理になります。エゼルシス 4.10、数字のですね、100から1000までね。コンプレッチ、空欄を埋めていってください。皆さん、教科書の方にね、空欄を埋めていってもいいけれども、多分これ書ききれないと思うので、ノートに書いてくださいね。皆さん、ノート持ってます?ノート持ってない人はね、裏紙でもいいですから、書いちゃってください。では、ちょっとここね、説明がありますよ。100、200、300でいきます。1000、200、300、400、500、600, 700, 800, 900, 1000. よろしいですかね。じゃあちょっとやりますよ。1000。これが100ですね。101は101。いいですね。101になったらもう1000使わないんですよ。1000とというふうに変わります。という感じで、102、103、104、105、106、107、108、109、110。110。110。どうぞ。111は、111。そうです。皆さん、11から20って覚えてます? Repitam juntos。11。12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. という感じですね。じゃあ今度はまた100飛びになりますよ。100, 200, 300, 400, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. 101. もうさっきやったからいいわ。201からやってみましょうね。201から220までいこう。201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220. よろしいですかね。じゃあ301から310いこう。301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. じゃあ今度450。ちょっとやってみましょう。450. 451は451。はい。聞こえたような、聞こえなかったような。550は550。555。555。660言ってみましょう。660。666、666。771、771。777、777。888。888。999。999、1000、1000。っていう感じですね。Então, gente, por hoje é só. Vamos terminar por aqui. Um bom fim de semana para vocês. Tchau. お疲れ様でした。ということで。また来週。どうぞお元気で。